はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、ちょっとね、うわぁ、おじいとしたことが、ちょっとね、ここ見落としてたというか、うっかりしてたというか、ね、ソフトバンク、今契約してるやつ、何日割りがないだと即 MNP だね、もうおこだよ。でもよく考えたら、あーなんだよね。視聴者さんからこんなコメントをいただきました。ね、ソフトバンクは日割りになりませんよ。ソフトバンクは解約時の日割りなかったのでは。あと締め日が10日20日月末など契約によって違うので、マイソフトバンクやサポートで確認した方がいいですよ。ね、つまりうまい、うまくやめれば、ソフトバンクの丸々1ヶ月、上乗せ請求されることなく、移動ができる。日にち合わせればね。っていうことなんだけど、MNP のあれをやっても、楽天モバイルは処理を決めるから、いつやるのか。だから、ユーザー側が日にちを調整できない。あ、今日やるだろうなと思っても、今日やらないとか、楽天が。荷物を受け取って、ほら、本人確認でスタートとかだったら、あ、ちょっと取り置いといて、して1日になってから受け取ればっていう、あるじゃん。そういうのがね、できないんだよね。で、これはね、おじい、よく考えたらそうなんだよ。今のプランって、強制的にインターネットくっついてるんだけど、かけ放題のプランなんだよ。なんとかプランがあって、かけ放のオプションがくっついてるんだけど、まあ、それがくっついてるプランなんだよね。で、そうなんだよね。まあ、ソフトバンク自体は、入った時は日割りになるのかな。それじゃあ、物によってなんないのか。プランによるだろうね。だからかけ放題があるものって、だってあれだもんね、割れないもんね。だから楽天モバイルもさ、そういうことじゃん。日割りがないじゃん、楽天もね。そういうことなんだよ。だから本当にね、今回ちょっとおじいがね、あーって思ったんだけど、これ、まあ、やめるときに MNP の電子とかも手数料がない時代になったからまあいいけど、あと今、何年11ヶ月だから来月になると6年だから2年ごとの更新だよね。2、4、6でだから丸4年経つのかな、6年かな、何年だ、あ、分かんないけど更新できてたから。でもそれ待たなくても今ペナルティがないので、でこの月のさ、締めがね、で5月じゃん。5月の、ね、30日、31日、で、6月の1日、6月の2日って、まあ、こうやってあるとして、こうしてね、買ったんじゃん。まあ、6月の、3日、ね、まあこうだと5月の29日で、まあこうやってあるわけなんだけど、例えばさ、何日っていうのは必ず被るんだよ、あれ見ると。転出、ソフトバンク、まずソフトバンク側の方、ソフトバンクの点数が例えば31日に点数っていうのは、楽天モバイル側、これがこうなって、こうなって、で、
内容を見てみると楽天モバイルが、MNP の受付を済ませたその日が転出日になるわけ でソフトバンクはこの31日までの分を請求するんだよね。でこれがソフトバンクは10日、20日、30日の締めがあるわけで、で、まあ、どの道おじいがいつの締めなのかわからないけど、まあ今日は22だけども、ここでやめたとしても、まるまる1ヶ月分2800円は請求されるんだよ。いつの締めであろうが、何であろうが、2800円は請求される。それで、楽天モバイルに5月31日にMNP で、ね、処理で押したとしてもここで税別で最低限の980円が発生するんだよ。これはね。でソフトバンクをじゃあ楽天が6月の1日にじゃあ処理をしたとしたら6月1日までソフトバンクの請求があるわけ でどの道以降で2800円発生するんだね。そうすると楽天モバイルは末締めなのでなので、6月1日に処理をしてくれれば、ね、980円の請求と2800円の請求になるわけで、ただこの違いは何かというと、楽天モバイルに1日分、たった1日分で5月分として税別980円を請求されるか請求されないかだけの違いなんだよ。最後にってか MNP をするときにソフトバンクに最終的に払う2800円と楽天モバイルに入るときの980円はこれはダブルでかかるってことね。これはね、だここまで2800円で次から980円ってそういうふうにはならないんだよ結局。ただ本当に使ってもいないのに980円、でこっちはまだ残ってるのに2800円っていうね、そういう形で払わなければならない。で特に今22日なんだから、だったらって思うけど、じゃあ31日にじゃあ MNP の手続きバーってやって、じゃあ楽天が頑張っちゃってその日のうちにじゃあ手続きしちゃうとかね、じゃあ31日のじゃあ夜に電子投票しましょう。あと6月1日の処理だと、まあここは捉えなくて済むっていう。大きいよね、これって。ものすごく。めちゃめちゃ大きいんです。ただこれがね、これが、ちょっと待ってよ。6月に入って辞める場合は2800円と2800円と980円を払うわけで、いくらになる ?5600円の6580円か。6580円、ここでいくと6580円で、もし今月中にやめればこれがなくなるといくらになる ?2800円、3800円、4800円、4760円か。4760円の請求だね。これがなくなるからね。ということは、やっぱり元気なおじいは、ここをまたぐよりも、月末までに、とっととソフトバンクをやめた方が、トータル的に支払う金額は、
少なくなるってことだね、結局ね。だ5月10日に、要は MNP 停止ができれば、2800円、980円、980円、ね、5月分、6月分で、6月に入っちゃうと、2800円、2800円、980円、980円、2800円、2800円でも980円になるんだね、これね。ってことでしょ？だから本当、お財布から出てくお金のことを思うと、もうここのところでね、もう決着がついていなければいけないから、これやっぱ税は急げってことになるね、これね。そういうことなんだよ。まあ、税かどうかわからないよ。それはわからないよ。税かどうかわからないけど、でも、4760円と6580円だと、かなり差が多いよ。5700円、6760円、1800円しよう、ね。差額が1800円出てくる、ね。1800円あったら、ね、1800円あったら、だって、すごいよ。だって、1800円で、ランチ食べきれないでしょう。1800円も。1800円使い切れって言ったら、よっぽどなんかいいもの食べないと、普通に使い切れないでしょ。1800円。で、まあ、ディナーとかだったら、まあ、1800円ぐらいは使っちゃうかもしれないけど、ランチだったら1800円はどう考えても使えないよね。コンビニで例えば1800円近いって言われても困るよね、本当。だからそれぐらいの1800円って言ったら大金なんです、皆さん。ええ。クレジットカードを使って今 1% もらえるどころか 0.5 とか 0.2 とかね、そういうひどいものがあるんです、条件が合わないと。そうでしょ？じゃあ 1% ついたとしても1800ポイントもらうためには18万円使わないといただけないポイントなんです。18万円だよ。じゃあ楽天カードで18万円使ったら1800ポイントつくのかっていうとどうなんだろう。広く浅くのなんか上限があれになっちゃったよね楽天って今どこにつくの？上限1000ポイントまで、なんかどんどん悪くなっちゃったけどね。でも、楽天を契約すると、楽天モバイルを契約すると、なんかいろいろあれでしょ？なんかお得でしょ？私、楽天経済圏使ってないからなぁ。まあ、そのお得はないか。で、ソフトバンクを使ってると、ヤフープレミアム会員が無料でくっついてくるんだけど、この、だから6年か、5年11ヶ月目だよね。だから5年11ヶ月、ヤフープレミアム会員になっていて、で、役に立ったのは、このモニター買うときだよね。まだペイペイモールってのがあって、プレミアム会員だったので、プラス 何倍っていうのがついたんだよね。だからこれの時にポイントがいっぱいもらえたんだよ。非会員よりも。で、それぐらいだね、本当。で、まあ、どの道ね、三木谷キャンペーンでね、メイン回線を移動するので、なので、まあ、ポイントくれるわけでしょ。何ポイントだっけ？1万数千ポイントくれるわけでしょ。1万何ポイントか、1万4000ポイントか、ね、くれるわけでしょ。だからまあ、それ考えれば同じじゃん。ね。そう思うよ。今、撮影してる端末だって楽天ハンド 5G だし、ね。本当にいろんな端末使って一番ちゃんと綺麗に撮れるんで、ね。同じだよ。インカメラ1600万画素で、ね。結構綺麗に撮れる端末ってないよ、なかなか。ね。そんなわけで、まあ楽天モバイルにね、まあ本当、ご恩返しはないけれども、まあプラチナ回線も6月からスタートするわけだし、ね。まあ静岡にプラチナ回線来るのは、おそらく5年後ぐらいじゃないかな。静岡いらないもんだって。ね。なので、
まあ、皆さん期待してるので、じゃあおじいは今計算してみたら今月中の方が絶対に1800円、ね、節約することができるので、もうソフトバンクでいる意味は全くない。ね。ということで、おじいは楽天モバイルにメイン回線を MNP で、ね、移動させます。メインで行きます、ね。大切なメイン回線、命をね、命を預けるメイン回線、もし何かあったら連絡つかなかったら助けてもらえない、ね、メイン回線を楽天モバイルにしようかなと思います。で、あとあのサブ回線ポボね、まあ、ポボ持ってりゃいいじゃんっていう人もいるんだよ、中には。ただポボ持っててもさ、ポボのかけ本に入ったら、あのポボのかけ本のお金とあの楽天モバイル980円出すと結構高いもんなんじゃん。そうするとじゃあソフトバンクをやめた意味がなくなるんだよ。2800円でしょ。ポボのかけ放ってあれいくらだっけ、1000いくらだっけ、あ、税込み、税別ボボでも似たような値段でしょ。ボボ嫌いだもん、ほんと大嫌い、ボボ。ボボの、かけほ、これだね。1650円、税込みか。僕こういうウイルスが嫌い、もうだから嫌いなんだよ、もうほんとこんなとこ。今見てるじゃん、これ見たねえ、このタイミングであのウイルスパッて押すタイミングで、でこういうのが嫌いなんだよ。高橋見てるか、こんなクズなもの作りやがって。ウイルスだろこれ、バカ野郎、じゃけんなよ。とこれで消そうかなと思って帰ってくると、ほらこうなるんだよ。きったねえやり方しやがって、このクソポボバカ野郎、じゃけじゃないよ、ほんとね。そういうことで1650円に、1080円になっちゃうので、まあ2600700だから変わんなくなっちゃう、だからね、変わんない。で、逆にソフトバンク、あの、なんだっけ、ヤフープレミアムがなくなっちゃうだけ、ションじゃないかっていうね。そういうことになるよね。ただ、ポポの場合は、こっちからかける用事がなければ、別にあの、半年に一回なんかトッピングしてれば、着信としては使うことができるので、長電話したいなってね、ちょっと総務省に文句言いたいなって思った時だけ、その時に入ればいいわけで、だから、いざね、通常楽天モバイルで、ポポをサブ回線に入れておいて、で、とりあえず、トッピングなしでとりあえず持ってて、で、地震が来て、わーってなって、出れなくなった時に、その時にトッピングできればいいけど、その時にトッピングしようかなと思ったって、パンクするでしょ、おそらく。ね。地震はなんで流すのに来るのってね。ね。神様でもわかんないってなんかラモスが言ってたじゃん。知ってる？わかんないってね。なので、そうするとね、厳しいことになっちゃうんだよね。ほんとね。ただほんとね、KDDI が嫌いなんだよ。もう一回ポポ契約して懲りたんだよ。ほんととことん懲りた。契約できるまで1年ぐらいかかったでしょ。で、辞めるときも大変で、もう一回戦は辞めきれないし、もう分かんない、もう、辞められない。ね。で、迷惑メールいっぱい来るし、ね。ポポだけはね、ほんと嫌なんだよ。
大嫌いなんだよ。はい、そういうことで元気なおじいはもう決めました今ね。じっくりこうやって考え、もうトラップないでしょ。もうどの道楽天だって入った時の日割りがないわけだからね。いいよ、潔くね、楽天にはいい端末提供いただいたからね、気持ちよくユーザーとして楽天モバイルのプラスになるようにお金を毎月払い続けましょうね。おじいは最初から応援してるわけじゃんね。三木谷さん頑張ってって感じでね、ずっと応援し続けてきたわけでしょ、ね、はい、そういうことだよね。もうとっとと楽天行かないと逆に損だ、ね、はい、そういうことで、即 NMP ね、なんだっけ、楽天モバイルは確かワンストップ行けるよね。おじい楽天会員入ってるし、楽天銀行持ってるしね。よし、ちょっと簡単にチャレンジしてみようということで決めました。もう誰が何と言おうと、もう変わらない。もう引き止めるなよソフトバンク、もう未練はないね。こんなにひどいことされたんだ、こんなひどいことされたんだね。知らない間に電波がない、なのにお金は取れる、こういう汚いことをするんだ。そうだろう。で、なんか変えれば、ね、使えるにしても、ネット強制開通しないと使えないし、その、ここをこうしてくださいのお知らせすら来ない。汚い会社だろう。この恨みは一生忘れないよ。やり方が汚すぎる。利用してるお客さんが困るんだから。そうでしょ？気がついたのずっと後だけどさ、ふざけんなよ。ソフトバンクなんか絶対使わないよ、もう。はい、そういうことだよね。もう、誰がなんて言ってもソフトバンクは二度と使わない、ね。で、ドコモはね、チンピラしかいないからね、絶対使わない。一生使わない。ね、携帯電話は嫌いだから、絶対使わない。ね。ということで、楽天モバイル、一本です。ね、はい、そんなわけで、皆さんも、まあ、いかがでしかは言えねえな。はい、終わります。じゃあね、バイバイ。